こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では着ると失敗しがちなアウターを5つご紹介してみたいと思っています。まあ、アウターというのは着こなしの中でもですね、結構な面積を取るものなので、これ次第で全体の見栄えって大きく変わるかなと思ってるんですね。ただ街でいろんな男性を観察してると、結構ですね、これは着ない方がいいのになというようなアウターをですね、実際に着用している男性が多いんですね。ただ着てるご本人としては、どれが NG でどれが OK なのかっていうのがなかなか分かりづらいかなと思うので、今回は具体的にこれはちょっと難しいですよというものをですね、イラストでお見せしながら、こういうものではなくてこちらに転換してあげると失敗ないですよというような OK アイテムまでですね、しっかりとカバーしながらお届けしたいなと思っています。まあ、こちらの動画を見ていただければ、秋冬のアウター選びはですね、かなり楽になるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、一つ目のアイテムからご紹介したいなと思うんですが、一つ目はですね、こちらのイラストのようなダッフルコートですね。まあ、これはですね、メンズファッションにおける定番的なアイテムで、皆さんもですね、よく見かけたことがあるかなと思います。中には現状でダッフルコートを持っていて、結構秋冬に着てるという方もいらっしゃるのかなと思います。これはですね、なかなか難しいアイテムかなと思います。それにはいくつか理由があるんですが、まあ、ダッフルコートってよく見るとですね、かなり特徴的なデザインになってるかなと思います。前をですね、こうトグルで留めるという形のアウターって他には滅多にないので、かなり珍しい形状になってるかなと思うんですね。しかもフードがついていて、着丈が短いものだとですね、かなりカジュアル度が高いので、こういったダッフルコートというのは大人の男性にはですね、なかなか似合いづらいんですね。そしてもう一つ重要な要素なんですけども、結構ですね、僕たちはファッションアイテムを見るときに固定のイメージみたいなものがあるんですね。このアイテムっていうと何々を連想するなっていうやつですね。まあ、具体的に言うと、例えばこのようなダッフルコートというのは、学生時代に着ていたようなイメージだとか、学生さんっぽいというイメージを持っている男性って結構多いんですね。そういったイメージがついているものをおしゃれに着こなすっていうのはかなり難しいので、このような着丈の短いダッフルコートはまずですね、手を出さない方がいいかなと思っています。ただこういったダッフルコートが全部 NG というわけではないんですね。例えば着丈の長いダッフルコートであれば、結構素敵な印象にもなるのかなと思っています。僕の好きな日本のですね、サイというブランドがあるんですが、こちらのダッフルコートは非常に完成度が高くて、おしゃれ上級者の方はですね、結構このダッフルコートの愛用者が多かったりするので、必ずしも NG というわけではないんですが、このイラストのように色もちょっと明るめだったり、着丈が短いダッフルコートというのはまずですね、手を出さない方が間違いがないのかなと思っています。じゃあですね、どういったアウターを着ればいいのかというと、間違いがないのは、まあ、こちらのイラストのようなですね、チェスターコートですね。これはもう秋冬のトレンドアイテムというよりは、もう定番化したアウターなのかなと思っています。まあ、冬に着るコートとしては鉄板なので、こういった装飾がなくて着丈が長いコートに転換してあげた方が、僕たち大人の男性には似合いやすいのかなと思っています。まあ、チェスターコートというのも結構ですね、定着してから長い時間が経ちまして、以前はですね、タイトなシルエットのものが主流だったんですけども、最近はですね、ビッグシルエットの傾向を取り入れた少しゆったりめのチェスターコートなんかも出てるので、結構さまざまな体型の方に似合いやすいのかなと思っています。まあ、定番はユニクロのチェスターコートですね。まあ、これがベーシックでめちゃくちゃ使いやすいので、こちらを持っておいていただければまず間違いがないかなと思っています。色に関してはブラックとネイビーどちらもいいかなと思うんですが、僕はですね、コートって結構ですね、着丈が長くて面積が大きいので、ブラックにするとちょっと重たいので、こういったチェスターコートはネイビー系がいいのかなと思っています。そしてちょっと今っぽいシルエットを取り入れたいのであれば、ユニクロ U の今季のオーバーサイズコートというのがまさにチェスターコートを原型としているモデルなので、こういったものを取り入れてもらうのがいいかなと思っています。ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目の NG アウターなんですけども、これは P コートですね。これまたですね、なかなか合わせるのが難しいアイテムなんですね。まあ、P コートというと、これまたですね、メンズファッションにおける定番的なアウターではあるんですが、形状としてはダブルになっていて、ボタンがたくさんついてますよね。
これだけでもですね、結構装飾的で意外とですね、合わせるのが難しかったりするんですね。しかもこちらもですね、ダッフルコートと同様に着丈が短いものが多いんですけども、やはりですね、お尻が見えるか見えないかで全然ですね、大人っぽさとか綺麗さが変わってくるんですね。このようなピーコートとかダッフルコートっていうのはちょっとですね、着丈の長さが中途半端だなと思うんですね。まあ、短いんだったらもっと短い方がいいし、長いのであればお尻がすっぽり隠れるぐらい長い方が大人っぽく見えるのかなと思っています。そしてこれもですね、ダッフルコートと同様に学生のイメージというものがどうしてもつきまとうので、なかなかですね、大人の男性が着てこれを素敵に見せるっていうのは難しいかなと思うので、まずですね、このようなピーコートというのは今はそこまで旬ではないので手を出さない方がいいのかなと思っています。ただピーコート全般が NG というわけではなくてですね、これまたですね、最近は着丈が長いきれいめのですね、ピーコートも出てきているので、もしどうしてもピーコートのデザインが好きな方はそういった着丈の長いものを選んでもらうと失敗がないかなと思っています。色に関してはブラックですとかネイビー系濃い色がですね、まず失敗がないかなというふうに思っています。そしてまあピーコートもいいんですけども、僕がですね、一押ししたいのはステンカラーコートですね。このステンカラーコートこそいわゆるコートのですね、一番オーソドックスな形かなと思うんですが、いつの時代にもですね、変わらないもう定番的なアイテムで、今でもですね、様々なブランドから展開しているので、ステンカラーコートの方が圧倒的に使いやすいかなと思っています。中でも秋とか春に着るようなポリエステルだとかナイロンだとか、ちょっとですね、カジュアルな風合いのものではなくて、冬に着れるようなウール系のですね、ちょっと厚手のステンカラーコートというのは結構使いやすいので、皆さんにもぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、おすすめなのはですね、ユニクロの今季のですね、ブレストコートというのがあるんですが、これはですね、いわゆるステンカラーコートのような見た目になっていまして、生地もですね、冬に対応できるような少し厚手のものになってるんですが、これが試着をしたら結構良かったので、こういったものに転換してあげるといいのかなと思っています。そしてこういったステンカラーコートだとか、そういったものの王道で言えばかなり値段は上がりますが、マッキントッシュのコートなんかも非常に質がいいので、ぜひですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3つ目の NG アウターなんですが、これはですね、着丈の短いブルゾンみたいなアイテムですね。これもですね、特に40代50代の男性に着てる方が多いんですけども、オーソドックスではあるんですが、何の変哲もないアウターなので、どうしてもですね、あまり素敵には見えないんですね。特に色なんかで言うとベージュ系のものとかライトグレーのものなんかはもう本当にやぼったく見えがちなので、こういったアイテムはできれば手を出さない方がいいのかなと思っています。ただ最近ではですね、ユニクロでもこういった着丈の短いですね、ブルゾンタイプのもの展開があるんですけども、10代20代の世代がこういったものをですね、今っぽく着るっていうのは確かにハマったりはするんですけども、どうしてもですね、僕たち30代40代の男性が着るとど真ん中のおじさんっぽいアウターになりがちなので、まあ、こういったものがちょっとトレンドになったとしても、あまり手出しをしない方がいいのかなというふうに思っています。どうしてもやっぱりイメージっていうものがあるんですね。このようなアウターを着ているおじさんっていうのは結構電車の中に多かったりするので、着丈の短いですね、シンプルなアウターというのはちょっと避けておいた方が無難なのかなと思っています。ただ着丈の短いアウターがどれも NG というわけではなくて、もしですね、こういったジャンルの中で買うのであれば、シンプルなですね、コーチジャケットみたいなものが今っぽくて良いのかなと思っています。まあ、コーチジャケットというのはいわゆるナイロン系のもので、結構これまた昔からあるものなんですが、以前のものはですね、結構背中だとか胸にプリントとかが入っているものが多かったんですが、最近は割とですね、トレンドアイテムになってきて、様々なコーチジャケットが出ているんですね。その中で無地の単色のものなんかを合わせてもらえば、着丈の短いアウターの中でも程よく今っぽさとか大人っぽさというところを漂わせることができるのかなと思っています。こういったコーチジャケットはビューティー&ユースなんかが得意だったりするので、こういったアウターに変換をしていただけると良いかなと思っています。はい、続いて4点目の NG アイテムなんですけども、これも先ほどと同じくですね、着丈の短いアウターの代表格なんですが、 MA1 というアイテムですね。まあ、このようなイラストのような MA1 っていうのはですね、着てる男性が非常に多いんですね。まあ、僕ら世代だと結構10代ぐらいの時に MA1 って流行ったんですね。その当時の MA1 っていうのは今のものと違って本当にですね、ミリタリー要素が強いものが多かったんですね。ワッペンがついてるものだとかプリントがついてるものが多くて、かなりカジュアル
な雰囲気のものが多かったんですね。未だにこのような MA1 を着てる男性って少なくないんですけども、これはですね、できれば手放した方がいいかなと思います。こういう定番的なアイテムもトレンドというのがあって、しばらく人気が下火だったんだけど、ここ数年でまたトレンド的になってきたよっていうことがあるんですね。その時に昔着ていたものをそのまま使おうっていうのは結構難しくて、やっぱりですね、同じジャンルのアイテムでも今の雰囲気に合わせながらアップデートされているので、昔のままをそのまま持っていくっていうのは基本的に NG だと思った方がいいかなと思っています。まあ、決して MA1 が NG というわけではないんですね。いわゆる昔っぽい MA1 でデコラティブなものっていうのは避けた方がいいかなと思っています。まあ、選ぶべきなのはシンプルなブラックですとかネイビーの装飾のない MA1 ですね。こういったものであれば大人の男性でも似合いやすいかなと思うので、もしですね MA1 というものにこだわりがあるなら、こういったものを選んだ方がいいのかなと思っています。はい、そして最後5点目の NG アウターなんですけども、これはですね結構派手めな色のマウンテンパーカーですね。これもですね結構秋から冬にかけて着てる方が多いんですね。まあ、こちらのイラストではオレンジなんですが、こういったちょっとビビッドな色合いのアウターというのはなかなか合わせるのが難しいかなと思います。単体で見るとなんか色が綺麗でおしゃれっぽく見えるんですが、これをですねコーディネートの中に入れると、そこばかりに視点が集中してしまいますし、結構ですね他のアイテムとの組み合わせが難しくなるんですね。ですので服というのは単品の魅力で買うっていうのは結構危険で、全体の組み合わせをイメージしながら、なるべくですね色味っていうのはベーシックな方向に振った方がバランスがいいのかなと思っています。特にアウターに関しては上半身に位置するアイテムですし、それなりに面積が広いので、ここで派手めなものだとか装飾性があるものを選んでもらうと結構ですね失敗しがちなんですね。ですのでこのようなマウンテンパーカーと呼ばれるようなスポーティーでなおかつですねカジュアルなアイテムは色をシックなものにした方がまず間違いがないかなと思っています。定番的なのはブラックですね。例えばこちらにあるようなノースフェイスのようなアウトドアブランドのもので、色はネイビーだとか、あとはブラックのような濃い色を選んでもらえばまず失敗することがないのかなと思っています。スポーティーなものというのはなるべく単色で、もしくは2色以内で構成して、色味はですね濃いものを選んでもらえばだいぶ着こなしがしやすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では失敗しがちな5つのアウターをですね具体例を出しながらお伝えをさせていただきました。結構ですね NG アイテムというものには共通点があるんですね。具体的に表現すると、まずはですね着丈が中途半端なもの、結構これは難しいですね。ピーコートだとかダッフルコートのようなお尻がギリギリ見えてしまうようなものというのはあまり良くないので、どうせだったら着丈が短いものだとかもっと長いものか、どちらかに振ってしまった方がバランスがいいのかなと思っています。あとは色だとか柄に主張があるものも結構合わせるのが難しいかなと思います。まあ、アウターというのは面積が大きいので、そこで遊びの要素がたくさんありすぎるとどうしてもですねチープな雰囲気になりやすいので、そこはシンプルめに振った方がいいかなと思います。ワッペンだとか柄が入っているものは避けて、無地のものをですね合わせた方がまず間違いなく合わせやすいかなと思うので、単品の魅力というよりはコーディネートのしやすさだとか見た時に違和感がないというところを意識しながらアウターを選んでもらうとまず間違いがないのかなと思っています。まあ、アウター次第でね秋冬の着こなしは全然見栄えが変わってくるかなと思うので、今日ご紹介した NG アイテムの反対ですね、 OK アイテムというところを参考にしながら、ぜひ皆さんもですね秋冬のアウターというところをお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。